今までお世話になってきたし、お互いを助けたいっていう気持ちがもう一つあって、でもう一つはやっぱりこのコロナ禍の中、お客さんたちがみんな笑顔も少なくなってるのもあるし、関わりが少なくなってる分、全体的に世の中が暗くなってるっていうイメージもあるし、その中でちょっとでもうちがお助けできればいいとか、そういう気持ちはすごく感じてます。やっぱりお客さんに満足してもらうっていうのが一番で、温かいものを温かいうちにとか、冷たいものは冷たいもの、とにかく美味しくいてもらえるっていうことを前提に、お客さんの気持ちに寄り添って調理させてもらってます。お客様の笑顔がこぼれてる時がやりがい感じますこの美味しい料理をちょっといい時間で、普段友達とか家族とか、普段周りにいる大切な人と一緒にご飯食べてもらって、美味しかった、ホッとするような、ちょっと温かいような気持ちになって入っていただければと思います。